サータン機に変えた。マジで？そんなことあり？さあ、どんな一曲？ハイパイはちょっとドイツ側を向いて、はい。そしてこちら、ツーピースさん、初がドイツ、ドラのチーピンもあります。フェニックスさん、花ハイは2枚でかなり良さそうな手配に見えます。さあ、各種ムズムズのハイパイでしょうか。C 席。C 席に座ったのはツーピースさん。先ほどのね、予選ではかなりね、その C 席が。C 席が。強かったんです、ね。全浮きだったでしょ。そうなんです。6回やって。1.5? なんかそんな感じですよね。はい。ただ、お手柄っていう言葉もあります。5連勝でしたからね。5連勝です。あの席5連勝です。ね。もうそろそろちょっと流れが変わってくるかもしれないですよ。そうですね。うん、お、初が重なった。が、チートイツですもんね。うん。ん、これでメンチテと両天秤。これ、ツーピースさんしっかりしてますよね。もうあの、ローソとか打たないですもんね。そうですね。しっかりトイツ手にして。はい。公試験用に。ここでも1枚も押さないような手順を踏んでね。はい、本当に。さあ、ローソを積まりました。ハクドラ1、2000オールですね。はい。さあ、どんどん1曲1本場、あ、2本場ですね。失礼いたしました。ドラはスーソーです。まあ、本当にどっちに重きを置くかですよね。上がりに重きを置くのか。その分きっと私の方が報酬率は高いんでしょうし、でも上がる回数も多いかもしれないですけどね。まあ、その辺も選手の個性ですよね。はい、やっぱ速度感を測るってなんか不確定要素の多いことの方が多いので、確かに目に見えて分かることだといいんですけどね。リーチって言ってくれるとね、分かるんですけどね。はいはいはい。サーブレシーブピン、ちょっとカメラがね動いていますが、ミーシャンテンでしたね。もうフェニックスさん、ヒューマンがフェニックスさんとツーピースさんがもちもち。さあ、ツーピースさんもいいシャンテン。いつも見える。ツーピースさんもチートイツに向かっていく。フェニックスさんの星ウーピンがかなり薄いですね。薄いですね。うん、お、これでいいシャンテン。さあ、これでかなり街が広がります。受け入れが広がりました。さあ、みんないいシャンテン。おっと、ここで一通に固定した。一通固定でしたね。9ピンが場に2枚切れで、何も2枚切れてたんですね。なのでシャンポンに受けることはもうなかったんですね。なるほど。さあ、ドラの数層を持ってきて手が止まっています。これで一回振り点含みですけど、あ、切りましたね。切りましたね。やっぱペンチーピンのターツの部分がちょっと不安定ですもんね。はい、選択ができるようになるといいんですけど。もうでも全部切っちゃったんでね。今スーソー切ったんで、もうスーチピーと真珠の形になっちゃいましたね。そうですね。もうないかな。他に売り替わる牌は。ないですね。ないですね。両ピンを残しました。両ピンはもう瞬間のテンパイでさえもいいやってことですかね。そうですね。さあ、今。ここで合わせるんじゃないですか。これで両ピン。合わせない。合わせない。これでも結構危なかったりしますよね。この瞬間、ね、ツーピースさんがアリアンピンなんかで転敗したときには報酬しちゃうんで。一層も二件現物だったんですよね。さあ、これで転敗サブロスト。さあ、これも、ここも転敗ですね。まちはペンチーピン。ペンチーピン対サブロスト。あ、まさかの勝ったのはチーピンの方でした。さあ、親の一通ドラドラ12000は14000点のスペースさんの上がりとなりました。
今はなんかちょっとついてない感じですよね。あのチッピンは止まることはないですから。ねえ。あとはもうどこにいるかの話ですもんね。そうなんですよね。はい、さあ、今曲ドラワーペイです。こちらはフェニックスさんの手配、花灰を2枚抜いています。かなり手形整っていますね。ピンズ4連携になっています。そしてこちらがスペースさんです。そしてツーピースさん、なんちゃでなんがドイツ。お、チューンも重なりましたよ。チートイツのいいシャンテンですか？はい。どうなんでしょうか？ヤクヤクドイツですけど、この辺は。出てきたら仕掛けなんかは。9万は場に2枚切れでしたね。ツーピースさんのような手配ってどうするんですか？私は仕掛けちゃいたくなるんですけど。これはもうタイプでしょ。あ、もうこれスタイルみたいなもんですか、じゃあ。ドラを難しいですね。ね。マーチュン泣かなかった。泣かない。もう決めましたね。うん、ここでチートイツに決めましたね。はい、さあ、フェニックスさん、タッチ選択です。ここは3層から払っていく。さあ、ドラのペイが重なったスペースさん。難しいな、なんか、難しいの、本当究極の運気点でした。あの、ツーピースさんの手配。本当、好みですね。チリトイツが好きな人と、やっぱり仕掛けるのが好きな人といますからね。チューンを泣いた後に結局ムーマンフールを入れたいじゃないですか、はい、そのムーマンフールを割と入れやすいようなキューピンとなんとかって結構ポンって言いやすいじゃないですか。ああ、なるほど。なんかその辺とかも加味してこう仕掛けるかどうか、うん、あの辺こう真ん中の牌ばっかりだともう一個泣けないから、はい、ちょっとスルーしたいなっていう気持ちにはなってしまうんですが、親の先生リーチスッチーピンです。イスチーピン、あ、イスチーピンです。ん？スッチーピン、こフェニックスさんがイースチーピン。はい。イーピンが現物ですね、リッチさん。はい。あと、待ち替えもありますよね。そう、パーソー引きました。これでイーピン切れるんで、で、ウッパーソーですね。安全に転売になりますね、ウッパーソー。タイスチーピン、チーピンここに来た。まあ、これは出ないですね。パーソーが1枚とウソーが1枚の残り2枚。これはスライドできますもんね。ね、さあ、単品になりました。ウーパーソが2枚です。1枚と、ウーソ1枚、パーソ1枚ですか？はい、1枚ずつの2枚です。スチーピンは1枚、2枚。2枚、トゥーピンがない。3枚、4枚、5枚。あったー。あー、ちょ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 。これはでも無理じゃないですか？さあ、これを押すとスペースさんの補充となります。リーチ、1、2、3、4個。ハネマンですね。1万8000は2万1000点。あとの1曲、1本間に入ります。ドラーペイです。さあ、こちらは2ピースさんの出配。そして、フェニックスさん手が結構苦しそう。そして、こちらもスペースさんの。一メンツですね。ハネハイが2枚抜いて。国士っぽい感じでしたが、ここはメンテに、うん、さあ、注目は2ピースが整ってますね。そうですね、2ピース良かったですね。さあ、ソーズ両関係になって、ここは換算ピン受け入れを払っていきます。痛すぎるけど。痛すぎる。さあ、フェニックスさん、チートイツのイーシャンテンです。痛すぎます。あ、テンパった。さあ、数層短期のテンパイ。まあ一旦仮点ではあるんですけど、完全に仮点ですね。まあ山に3枚残っています。え全部山さん。山さんちと言って。といえ、あ、これででも、手上がりも考えられるようになってきたな。スペースさんが今ね、赤オス切っちゃったんで、すす受け入れられなくなったと思ったら3ピン短期に変わった。3ピンはもうないんですよ。3ピンも仮点でしょうけどね。まあまあ、はい、こ
この後まだ何か、あ、これどうです？リーチじゃないですか。これリーチでしょ。あれ、リーチ。絶好の、あ、今1枚打たれたばっかりなんだ。で、あと安いからね。そっか。まあ、実際ここに2枚だったんで、あんまり出てきそうではない人相だったんですけど、この後、どうでしょう。何に変えましょう。自敗ですか。何があるんですか。なん、もうダメだ。9万ダメだ。ダメか。ウーピン、うん。なんか上がれなさそう。イーソーもダメだ。リャンソーもダメだ。ちょっといい街ないですね、うん。あんまないですね。ないですね。地獄とかないかな。なんかでも変えた。白。あ、今、ペイが切られたんで、ここでペイに変えれれば。さあ、パッソの天敗ツーピースさん。うわー、やめた、フェニックスさん、手堅い。すごいね。ウーピンも押さない。すごい。だって、テンパイですよ、うん。俺の順番じゃないと。すごい。ねえ、すごいね。トンも切らない。すごいなぁ。なんかガチガチだ。事故らないですよね、絶対あのトン打たなかったら。誰も、しかもドラ切ってますよ。すごい。ドラの統一落とし。さあ、嘘を積もったのは、親のツーピースさんです。尺度第一、2000オール。2000は3000オールですね。失礼いたしました。お、フェニックスさん、手配良さそうです。はい、良さそうですね。そして、シャーちゃんのスペースさん、シャーが統一。ただ、ちょっと統一か、はい、おいいか。これは仕掛けなさそうですね。なんか。うん。あの、タイプ的にも。泣いてもみたいな感じですしね。うん、チートイツですね、これは。ブリンカーさん、今戻ってきた、いい折り。いや、本当にフェニックスさんのさっきのね、折りのタイミングばっちりでしたね。さあ、白仕掛けませんでした、スピーした。ここまで来たら仕掛けるかな。ああ、いいシャンテになった。先ほど白1枚スルーしています。うん、地図はいらないか、うん、ここは切れていた。いいシャンテン。うん、地図いつも見える。フェニックスの店長、予選の勢いをもう一度っていうコメント来てます。はい。店長は親番すごかったじゃないですか。はい、まだ親番が回ってきてないんです。そうですね。で、なんとか親番を回してきて、あの店長の親モードにね、ちょっと。はい、スタッフ参考になった一瞬点。ローソガンコ。ウーピンの取りちゃった。さあ、シャオ仕掛けると、これでテンパイだ。スーピンと言いそうなシャンポン待ち。なんだこれは難しい。ローソがかなり薄いんですけど、ここは、おっと小さに手がかかった。ローソを切っておくと、チートイツのいいシャンテンにもなったんですが。あ、嘘切った。っていうことは、ここで合わせるか、はい。今合わせますかね、じゃあ。はい。ヤンピンは通ってないですもんね、はい、仕掛けに対しても。ツーピースもね。で、チートイツのいいシャンテンでもあるんで、はい、先ほどね、ローソーを切ってリャンピーを残しています、はい、あー、また難しい。あ、ローピン今通りましたね。なるほど、これであんまりリスクを犯さずにテンパイまで向かえそうですね。ただこれイースーピンも結構薄くなってきてる。あ、でもチーピン入りました。これでテンパイだ。ウーピン押せますか。押すんじゃないですか。じゃあリーチだ。さあ、フェニックスのリーチ。待ちはイースーピン。カンウーピンだったかと、スペースさん。押しましょう。あ、そうか、現物だ。はい、現物です。スーピンとイースーピン。おっと、このリャンピンは打ちにくいですね。ウーピン切りリーチで。ちょっと打ちにくい。
パーソー筋ですね。シーソンも早い順番に消えてます。あー、意味つかんだ、これは出ちゃう。これ無理ですね。ディーチ。ドラドラ。ドラドラ。裏一枚、ね。裏ドラも1枚乗れましたね。6000点は8000点の1枚。初がドイツの出牌でしたよ。初がドイツでしたね。あ、白春重ねましょうか。白春重ねましょう。スタートだ。まずはいらない。今のうちだ。そうだ。ダメだ。うん、ピンズが伸びてきた。まあ、上がるだけならでも。あ、全然。フェニックスさんの手配は全然上がれそうですよ。はい。打点がね、ちょっと難しいところです。まあでも、打点はね、まあとりあえず一回連チャンすることの方が、親番はね、まず連チャンで。あ、泣きませんでしたね。初は泣かなかったですね、フェニックスさん。まあ統一が多い形ですけど。お、ドラ切った。なんかその2つで一緒に。わかった。いた。お、嬉しいピンだ。さあ、ここは豆腐の方を両面固定していきます。まあでも、ドラ切るだけで相手プレッシャーかかりますからね。まあ確かにもう、親がドラ切ってきたぞとは思ってるでしょうね。ね、もう一つリーチが来てもおかしくないと。うわー、つびさ、チーソー、ここは柔らかくほぐしていく。もう一つまであるけど。広さ重視、広さ重視ですね。それで、なん、目いっぱい来ましたね。さあ、天杯、どう受けましょうか。ここは3ピンを統一落とし、して、スッチピン、9ピンの松ベリー、一度いきます。お、ツーピースさんも天杯だが、町は感動層、そして、イーソーは筋ですが、一旦押して闇点に構えました。感動層が残り2枚、スチピン、9ピンは ?9 ピンがなくて、スーピンが1枚、チーピンが1枚、残り2枚か。薄いですね。薄めです。さあ、シャンポンに変わった。で、ソワ筋です。ここは切ってリーチといけました。ウーソーとパーピンのシャンポン待ち。パーピンがもう残っていなくて、ウーソーも残っていない。なんとこのシャンポン待ち、もう山にはありません。うわ、感動層。とはいえね。ウーソーが押せないですからね。そうですね。ウーソー切りにくいんで、無理ですね。こうなると山に残っているのはフェニックスさんのリーチだけ。あ、6、9ピン。さあ、まさかのもう一人天杯が入りました。スペースさん待ちは6、9ピンで。上がれない。このローピン出ても上がれない。あ、これローピン切れる。怖い。あ、ウーピンだったら積もってた。さあ、何かね、変えれる。はい、スペースさん。にゃんうーピンだったかと思いきや、チーピンもまだ山にいました。リーチツも初、ドラドラ。ドラドラはありません。マンガン6000ホールです。さすがに出ない。おっと、ツーピースさんの手配がいい。わあ、いい。すごい。めっちゃ整ってる。なんだこれは。いいシャンテンくらい？いいシャンテンでしょうね。また、すごいいい形のいいシャンテン。そうですよね。うわまあ、リャンシャンテンみたいなイーシャンテンですかね。イーシャンテンと認めたくない。うん。ねえ、なんか、まあでもいい、ね、微妙っちゃ微妙かな。引く牌によりますね。花牌3枚抜いてるから。関羽層とかじゃリーチいかないじゃないですか。まあもちろん。ね。絶対いかないです。いかないですよね。で、ペン関3品でもいかないしね。さあ、トントンして、ニャンウーパーピンの天杯。これは無理です。
無理ね。おお、四花だ。イスチピに変える。これはもうイスチピの方が強い。うわ、こうなるとすぐに上がれそう。積もってもらいましょうか。積もって金マンか。無理でしょう、だってこのイスチピ。早すぎる。完全に行くなら急走です。はい。ブースは取っていませんが、先ほど急走を通しています。ここは9ピン、20枚に取っていますね。え？サータン機に変えた。マジで？そんなことあり？イースチーピン3面ちゃんですよ。これはもう引っかかっちゃいます、誰でも。うん、テンパッとリーチ。フェニックスさん、ペンチーソーでリーチ行きました。あ、シャーだ。え、シャーだ、シャーだ、シャーだ。まさかのこれが最速の上がりとなった。トンドラゴ、ハネマン。12000点は、14000点の2ピースさんの上がりで、なんと1回戦トップだったスペースさんを飛ばしての、トップとなりました、ツーピースさん。うん、